俳優や音楽など、幅広い活躍をしている星野源。そんな星野の番組に批判が殺到しているという。星野源の冠番組、おげんさんと一緒、NHK の第2弾に、歌手の三浦大知が、新ファミリーとして加入することが分かった。当番組は昨年5月に放送され大きな反響を呼んだ。ネズミのキャラクターを声優宮野守が担当し、高畑充希、藤井隆らが出演したが、今回も主要キャストはそのまま継続。そこへさらに最近人気が高まっている三浦の加入ということで、また大きな反響を呼ぶことは必至である。現在の星野は歌手に俳優業に分筆にと大忙しの売れっ子。最近ではドラマ共演でブームを巻き起こした新垣結衣との交際、結婚説も浮上しており、まさに国民的注目を集める存在だ。今回の番組で結婚発表もある、なんて憶測まで流れる始末だ。そんな星野の冠番組の続編となればファンは万々歳のはずなのだが、一部では苦言も呈されているようだ。それが前回放送の際の不要な演出である。中盤に視聴者投稿のくしゃみ動画を楽しむ様子がありましたが、あれは不快だった。絶対不必要。あれでチャンネル変えた。という声が続出。その後も、うまそうを見よう、という美味しそうな料理の画像を見てトークを展開する。というコーナーもありましたが、このコーナーやるならあと2から3曲やれたのでは、と不満のコメントが殺到しました。全体的に評判は高かったのですが、この部分は視聴者の理解は得られなかったようですね。今回に関しても、あれだけはやめて、普通にやっていいから、という意見は多いです。記者、無理して妙な企画はやらなくていい。星野たちが楽しんでいる様子だけで視聴者は満足のようである。